の登場です。大きな拍手でお迎えください。はい、スタートしよろしくお願いします。お願いします。さあ、ご登場いただきました。11勝目を挙げられました石川投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、今日はですね、オールフォー千葉でこの千葉ユニフォーム、今シーズンラストの試合だったんですけれども、はい、どんな気持ちで今日は登板されましたか？いや、まあ最後ということで、はい、まあ、いい形で終わるために、まあ、絶対勝ちたいなと思って投げました。しっかりこの今シーズンの千葉ユニフォームラストを勝利で飾っていただきました。ありがとうございます。はい、そしてですね、今日石川投手、あの登場曲が変わってましたよね。はい、皆さんお気づきで。え、僕ですか？いらっしゃいました。僕なんか変わってたって。そうなんです。え、田村じゃないですか？あの、なんでも田村選手の登場曲を変えるときに、はい、石川投手の曲も変えてくれと、はい、田村投手がおっしゃって。え、変わってないですよ。なんか変わってたんですね。違いますか？なんか、あ、田村選手の登場曲が変わってたんですか？あ、はい、すいません、ちょっとあの混戦してまして、お話が。じゃあそれちょっと一つ置いときましょうか。はい、すいません、失礼しました。ちょっと置いておいて、はい、今日千葉ユニフォームがラストということで、明日はですねマリンフェスタ、はい、今シーズンラストになります。はい、石川投手にはこのステージで、まあ、トークショー何度もご登場いただいたりとご協力いただきましたが、はい、今シーズンのマリンフェスタ振り返ってみていかがでしたか？やっぱりシーズン中に、はい、あのマリンフェスタとかでファンと、交流する機会ってなかなかないので、はい、まあ、すごい楽しかったですし、はい、まあ、僕トークショー多かったんですけど。多かったですよね。はい、ありがとうございます。田中といつも楽しみに、はい、コンビで、はい、してました。ありがとうございます。いよいよ明日がマリンフェスタラストになるんですけれども、はい、ぜひ今日のようにたくさんの方に来ていただきたいですよね。いただきたいです。はい、ぜひあのファンの皆さんに明日のマリンフェスタに向けてちょっと一言選手を代表してお言葉いただいていいですか？はい、明日マリンフェスタ最後ということで、まあ、CS もかかってる大事な試合で、まあ、絶対勝ちたいと思うので明日もぜひ応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、本日のヒーロー石川投手にお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。登場曲のお話はですね、あの田村選手、いいでした、失礼しました。ちょっとあの勘違いがあったみたいで、田村選手の、ね、登場曲が今日からゴッドファーザーに変わったということで、ちょっとあの中の方でミスがあったりしました。ということで今日は、ヒーロー石川投手にお越しいただきました。明日はいよいよ今シーズン最後のマリンフェスタということで、ぜひ今日のようにたくさんのマリンズファンの皆さんにお越しいただければと思います。さあ、ヒーローの